こんにちは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日の関東エリアは北部で雨が降っていますが、南部は青空の広がっているところが多くなっています。千葉県浦安市のレンリさんからは、晴れました。ご覧の通り。風が強いのがちょっと気になりますが、ムシムシ空気を飛ばしてくれているので全然 OK ですとリポートいただきました。風が蒸し暑さを和らげてくれているようですね。この後天気や体感はどうなるのか、最新の予報を見ていきましょう。北部は雨が降ったりやんだりの一日で蒸し暑さが戻りそうです。南部は晴れるところが多いもののにわか雨が心配。また海の近いエリアでは自転車が倒れるほどの強い風が吹くこともあります。南部ではだいたい晴れますが、北部は雨の降りやすい天気が続きそうです。雨の弱い時間や闇間を狙って行動するなら、携帯サイトにある10分天気予報を利用すると便利です。次回の更新は夕方の予定です。それでは。ウェザーニュース。